超かっこいい車乗ってるわね、グサリン。こちら私の愛車、マクラーレン 720S クーペよ。さあ、早速ドリフトを決めていきましょう。うおすげえ、めちゃめちゃリアルじゃん。なんていうゲームなんだ？レーシングマスター、全世界5000万ダウンロード超えの、本格レーシングゲームよ。最近リリースされてすごい話題になってるよね。あのネットイースト、世界的レーシングゲーム会社のコードマスターズの共同開発で、今までにない高画質とリアリティを実現してるんだ。確かに、雨に濡れた路面とかすげえ細かいところまで表現されてるな。そしてこの街並み、完全に渋谷よね、見覚えありまくりだわ。ここ東京をはじめ、全世界の名高いコースが完全再現されているわ。とすごいドリフトね、超爽快。夜の渋谷を高級車で爆走できるとは、なんて贅沢なんだ。さあここでまたヘアピンカーブがあるので、ブレーキを踏んで減速してから入りましょう。衝突したら大変だからね。よし、ギリギリ曲がりきれた。このままトップを維持していくわよ。これ、オンラインで対戦してるのか？うん、全世界のプレイヤーとリアルタイムで競い合うことができるよ。しかもこれがスマホでできちゃうんだから驚きだよね。このハイクオリティでスマホゲーって、ちょっと信じられないんだが。普通は PC やコンソールゲームで使われる、アンリアルエンジンを採用しているからね。なるほど、それでこんなにも臨場感あふれるレースができるのね。いやーこれがスマホで無料で遊べるなんて、ほんといい時代になったもんよね。しかも PVP 対戦でありながら、私のちょっと古い端末でも、カクついたりせず問題なくプレイできているわ。最新機種ならさらに画質を上げられるはずよ。このゲームまだ本気出してないってマジ？さあ現在時速は200キロ超え、東京タワーが見えてまいりました。ゴールまであと少しみたいね。ここのカーブを曲がり切ったらあとは直線コース、アクセル全開で駆け抜けましょう。わあ綺麗、祝福の花火だ。気持ちいい。グサリン、ぶっちぎりの1位でゴール。最高の気分だわ。レーシングマスターでは、レース中であっても、このように視点を切り替えることができます。うお、バンパー視点だとだいぶ雰囲気変わるな。他にもボンネット視点や、運転席視点も。うわぁすごいわねこれ、腕までめっちゃリアルに動いてる。そして気づいたかな、さっきと全然聞こえる音が違うのよ。本当に車内にいるみたい。視点ごとに異なるサウンドが用意されているってのか。こだわりが強すぎる。しかも各車両の音源はなんと実車から録音されているから、まさに本物同様の運転感覚を味わうことができるわ。わ、ドスンとした。急な坂道になってるから、傾斜が緩やかになった時の衝撃が直に来てるわ。コースの特徴に応じて毎回異なるレース体験ができるんだな。本当に没入感が半端ないから、ぜひヘッドホンをつけてプレイしてみてほしいわ。さて、気になる車種についてですが、なんと120台以上が正式ライセンスを受けています。フェラーリとか BMW とか、名だたるメーカーの車がずらりと並んでるわね。日本のメーカーも多く、ホンダ S2000 や三菱ランサーエボリューション3、スバル DRZ、マツダロードスターなど、人気車種も含まれています。さらにさらに、イニシャル D で伝説となった車、トヨタ AE86 も登場。こりゃ車好きにとっちゃたまらないな。9月12日から、AE86 ドリフトチャンピオンシップとのコラボイベントも開催されているので、ぜひチェックしてみてください。それでは、ガチャを引いていくよ。このトラックの中に車が入っているのね。グサリンはどんな車が欲しいんだ？個人的にはスバルが好きなので、スバル車を狙ってます。レジェンド確定演出はなさそうだけど。スバル車にはレアのやつもあるから、まだ希望は残ってる。まずはノーマル、ボルボの車が当たってるな。そしてフォード、有名メーカーばかりね。きたー！めちゃめちゃかっけー。むつら星のロゴマーク、間違いなくスバル車ね。ずっと欲しかったから超嬉しい。スバルのスポーツカー、BRZ ゲットです。よかったねグサリン。いやー惚れ惚れしちゃうね。このままでも十分素敵なんだけど、さらに私好みにするためにこの車をカスタマイズしていこうと思います。すごいこれ、いじれる要素想像以上に多い。車体の色だけでもめっちゃ種類あるから、どれにしようか迷っちゃうわ。へえ、細かいパーツも色々と変えられるんだな。どこまでもこだわれるわね。せっかくだから頑張って、私だけの最高のイタ車にしたいね。ということで作ってみました。グサリンバイナル。いやすご。予想以上のクオリティなんだが。これ全部ステッカー組み合わせて作ったの？そうだよ。たくさんの種類のステッカーが用意されていて、大きさや形や色までかなり細かく変えることができるから、絵心のない私でもこれだけのものが作れちゃった。自由度めちゃめちゃ高いわね。頑張れば誰でも好きなキャラを具現化できるんだな。しかもこれ作るの超楽しい。どんどんのめり込んじゃったわ。最終的にどんな仕上がりになるのか楽しみね。ついにできました。私だけのイタ車。グサリンカーです。おー、めっちゃいいじゃん。こだわりポイント教えてほしい。ねえねえ教えてほしい。すごく教えたそうにしてるわね。
車体の色はマゼンタのクロムメッキ、ホイールにもマゼンタを取り入れ、黄緑のタイヤで存在感アップ。そしてやっぱり一番のポイントは私のバイナル。マジで再現度高いな。ここだけで90枚以上のステッカーを使ってるからね。ちなみにグサオ髪飾りは数字のステッカーがあったのでそれを利用したよ。工夫次第でいろんな表現の仕方ができるのね。さて、ボンネットには私の角に見立てたデザインを施し、ヘッドライトも私の目の色に寄せてみたよ。ほんとだ、緑になってる。車全体でグサリン、というかトリケラトプスを表現しているんだな。そう、この黄緑の四角いデザインは、恐竜のスキンをイメージしているよ。そしてちゃんと尻尾もついてます。あらかわいい。大好きなスバル車と、こうして一体化できて嬉しいです。まさに理想的なイタ車だな。さて、反対側にも私、数字は変になっちゃうので髪飾りは外しているけど、反転や対称は簡単にできるよ。基本的には片側だけ作れば OK なのね。ということで、以上がグサリンカーの紹介でした。ちなみにゲーム内では様々なコラボアイテムも使用可能で、カスタムで世界的な人気を誇る、リバティウォークとのコラボステッカーなどもあります。すごい、これ貼るだけでめちゃめちゃかっこよくなるわね。すべてがカスタマイズされたボディキットもあるので、自分で作る自信がない人でも、最高の車を手に入れることができるよ。これは日産 GTR のリバティウォークコラボキットか。さすがの仕上がり、超クールね。さてそれでは、グサリンカーに乗ってマッチレースに挑戦しようと思います。おお、ちゃんとグサリンが映ってる。テンション上がっちゃうね。コースはアルプスのマウンテンビュー。今一斉にスタート。これはなかなかいい滑りだし。まずは緩やかなカーブ。ドリフトはせず、できるだけ速度を落とさずに行きましょう。コース取りが大事になってくるが、ここはパーフェクト、ナイスドライブ。さあ、道がかなり狭くなってきたぞ。もう少ししたら最初の急カーブ。しっかりドリフトを決める。曲がるとグサリンが見えるわね。ここも問題なく通過、今んとこ順調だが、あーっと、ケロスケ選手に抜かされた。な、ほとんどミスはしてないはずなのに。オプト接触、大丈夫か？大丈夫、そしてなんとか追い抜かしたわ。BRZ、うまく乗りこなせているようね。うん、720S と比べて最高速度は低いけど、安定感があって扱いやすいわ。車種によって運転感覚が全然違うんだな。そりゃ実際のデータを元に忠実に作られているからね。さて、だいぶ坂を登ってきたけど、後続との差はほとんどつけれていないわ。視点が変わった。これはレース後に見れるリプレイ映像よ。今回はグサリンカーをじっくりと拝むためにこちらも交えてお届けします。これめちゃめちゃリアルね。実際のレース映像みたい。このゲームやってると時々現実との区別がつかなくなるわ。うわ、このアングル最高だな。雄大なアルプスの自然の中を爆走するグサリンのイタ車。わー、見てよこれ。景色がマジで素晴らしすぎる。雪化粧をまとった山脈の美しさに心が洗われるようだわ。と、景色に見とれてる場合じゃないぞ。これはレースなんだ。あーほら、ぶつけてんじゃねえか。まずい、ここから集中しないと。3位はだいぶ離れたけど、2位のケロスケ選手との差はわずか1秒未満。一つのミスが勝敗を分けることになるわよ。さあ最後の難所、狭いトンネルだけどスピードを落とさず突入します。かなり危険だが、ぶつからずに曲がりきることはできるか。ここでドリフト。ちょっと早いかなとも思ったけど、しっかりクリア。だが差は縮まっている。ここのコーナーでのミスは許されないぞ。よし、なんとか抜かれなかった。あとはフルスピードで走り抜けるだけね。ゴールはもう目の前だ。やったー、トップチェッカー。熱い戦いだったね。見ているだけで楽しかったわ。グサリンカー、エキサイティングな走りだったぜ。ドン、あたしだよ。スーパーアイドルの登場。びっくりした？イエーイ。こちら、日本限定キャラクターのアリシマスターちゃん。CV 鬼頭あかりさんの可愛いアイドルとレースを楽しむことができます。他にもたくさんのキャラクター衣装が用意されていて、日本のファッション要素も多く取り入れられているよ。お、いいわねこれ、JK グサリン。衣装替えやキャラクリも楽しめるんだな。ということで、レーシングマスター。少しでも気になった人は、概要欄からダウンロードしてみてください。車好きの人は必見、そうじゃないって人も。自分だけのイタ車を作って走らせるのめっちゃ楽しいから、ぜひ一度やってみてほしいわ。これだけクオリティの高いレースゲームをスマホで遊べるとなら、もはややらない理由が見当たらないな。初心者でも大丈夫なので、この動画をきっかけに気軽に始めてくれたら嬉しいです。それでは、この辺で失礼いたします。最後までご視聴、ありがとうございました。